制度会館総本部外館制度会館とは、大阪府大阪市に総本部道場を置く、空手団体である。団体名称は新日本空手道、連盟制度会館国際制度、空手連盟フィーカ。全日本空手道連盟には、認定団体として加盟している。総本部では、プロコース、やワホークラス、キックボクシングクラスも行っている。1980年に、 当時局新会館あわら道場大阪支部の支部長だった石井和義が大阪市西成区岸の里に設立。設立当初の名称は青道館で、後に新日本空手道連盟青道会館に改称。二宮博明、中山武雄、前田平生伊藤博久などあわら道場から多くの人間が移籍した。1982年には、 1> 第1回ノックダウンオープントーナメント全日本から手動選手権大会を開催。初期の大会では極新全日本大会準優勝の実績を持つ中山武雄が圧倒的な力で優勝を重ねていった。またフルコンタクトから手の競技で勝つための実践的なスタイルを提唱し様々なオープントーナメントに選手を送り込んで活躍し後に 上昇軍団とまで言われるようになる石を気づいていった。後に、USA 大戦空手との対抗戦、USA 大戦空手 VS 聖堂空手5対5、マッチを東京で開催し話題を呼ぶ。1991年には、顔面アディルールに本格進出を表明し、1991年12月リングス参戦、1992年1月、 東和坂月空手ジャパンオープン出場などを経て、キックボクシング形式でも活動する。1993年に K1 グランプリを初開催し、日本の格闘技ブームの火付け役となった。2014年1月現在全国支部、同好会、教室数350カ所。海外4カ国1982年には、第1回ノックダウンオープントーナメント。 全日本から手動選手権大会を開催。また第7回大会ではリングを使用、さらに再延長時にはグローブをはめての顔面攻撃ありのルールを導入する。1999年により、毎年9月に大阪にて体重別のウェイト制大会を開催。3年に1回は無差別大会開催。現在の制度空手ルールは、いわゆる極心ルールに片手による、 瞬間的な掴み引っ掛けを加えたものであり、相手を掴んでの攻撃バリエーションが発達している。近年の主な全日本チャンピオン、あわら道場時代は、中山武雄、伊藤博久、前田平ひじりらが全日本大会に出場し、中山が第9回大会において、準優勝の成績を収めている。青度館が発足した1980年、あわら会館との混成メンバーで、 第12回全日本大会に出場、今西康明が2日目まで勝ち残った。第13回大会では、宮崎康明が、当時の極真本部のエース、竹山春友と対戦し、敗れたもののその前線ぶりで注目を浴びた。1990年には、大山マ達の空手界の大道団結の呼びかけに、応じ、多くの選手をエントリーした。 聖堂会館の選手への厳しい判定が多い中、第9回全日本ウェイト制全日本大会にて、角田信明が多流派史上初の4位に入賞した。その後、格闘技プロモーターとして活躍しだした石井が、アンディ・フグを空手ワールドカップに無断出場させたことが原因で、極神会館から絶縁を言い渡される。大戦没後、極神会館の解放策で、 再び聖堂会館の選手が極神会館の大会に公式に参加が認められ、極神側からも K1 などのプロ工業に選手を送り込むことになった。大会入賞者や世界大会代表も排出。現在、極神会館の全日本大会へ参加している。2015年9月、極神会館と友好団体となり、空手の社会的地位向上と全空連が進める。 空手の五輪正式種目化を目指すことを表明した。プロ大会への初挑戦は1990年6月30日、全日本キックボクシング連盟、インスポイリングウォーズ、ヒート630で、聖堂会館所属の佐竹正明とマーシャルアーツのドン、中谷ニールセンが3分 5R ヨーロッパキックルールで対戦。佐竹が 1R2 分7秒、左ストレートで小勝ち。現在も、 積極的にプロ団体へ参戦している。1991年6月4日、USA 大戦カラテとの対抗戦、USA 大戦カラテ VS 聖堂カラテ5体をマッチを開催。この興業の成功が格闘技オリンピックから K1 シリーズの流れにつながり、自派の全日本カラテ同選手権大会にも極真空手世界大会出場歴のある。 有名選手やプロ格闘技選手を出場させるなどで話題を集める。1992年3月26日には東京単位区間で様々なジャンルから選手を集め、ルールも多種にわたった実験的大会、格闘技オリンピックを開催。続いて7月30日には代々木第二体育館で格闘技オリンピック2を開催。アンディフグが制度会館初参戦し、 柳沢聡都と,と対戦する。10月4日に大阪府立体育会館で格闘技オリンピック392カ空手ワールドカップ開催。アンディフグが優勝。同大会において佐竹正明がアイク部世界ヘビー級王者ピーターアーツと2分を R キックルールで対戦し引き分け。またこの大会の開会式で93年春。 打撃系立ち技格闘技世界最強の格闘者を決める大会10万ドル争奪世界最強決定トーナメントを行うと発表。1993年3月30日に高楽園ホールで K1 グランプリ全勝戦聖戦愛を開催。4月30日に K1 グランプリ9310万ドル争奪格闘技世界最強トーナメントを代々木第一体育館にて開催。 記念すべき K1 グランプリ第1回大会には、世界各地から8選手が出場した。2017年11月、石井和義の Facebook にて、全空連への加盟が公表された。ありがとうございます。